こんにちは、翔太です。今回も七サバ分願い返しやっていこうと思います。でも先ほどちょっと課金して頑張って3万元宝を超えてきたんで、なんとかですね、願い返し引くことに成功しました。まあ、成功したとかじゃないと思いますけど、おーっしゃ、4万1978、なかなか良かったですね。じゃあ次のサバやっていこうと思います。はい、2サバ目やっていこうと思います。で、まあこちらは無課金で頑張っているサーバーなんで、もういっぱい出てくれてたら嬉しいです。あ、5120人、地味にここも嬉しい。いやーこれははい、こちらはナタを育成しているサーバーになるんで、まあちょっとナタを混沌装備つけてあげたいんで、できればいい値出てほしいな。5万、うおー、38440。はい、じゃあここからは特にやってない願い返しサバを回していこうと思います。やっていきます。あ、今回で15万元宝か。なんか、いやー、でも使う用事もないんよな、このサーバーに。はい、次いきます。はい、回します。お、ここは16万元宝もある、今回で。いやー、これを本体に移したいところなんですけど、そうもいかないんですよね。あ、今回本体が一番出てるな。いいぞいいぞ。あ、ここはほぼ17万元宝になるね、今回。58 410 3661。おお、まあ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 、回していきます。まさかの遊歴ができるレベルになったから、チュートリアルが始まってびっくりしました。さあ、ラストどうなる。372173。あ、じゃあ今回は4万1000か2000ぐらいのやつが最大でした。はい、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからもおうちショートの動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。